明けましておめでとうございます。どうも、つくまの坂田です。よろしくお願いします。今回やっていくのはですね、磨き染めというところでですね、靴磨きを今年初やるというところですね。はい。で、今日磨いていくのは、これか、ヘンリー2かネトルトンにしようかなと思ってたんですけど、ネトルトンはちょっと二分光にしていきたいなっていうので、あんまり磨きたくなかったんですけど、まあ磨いてみようかな。うん、はい、磨いていきましょう。さあ磨いていきましょう。ちょっと布洗いたてなんで水分量が多いかななんて思うんですけど、どうですかね。ちょっとだけ多そうですね。ちょっとやっぱ多いな。まあでもちょっとね、この靴はだいぶ乾燥をさせてたんで、うん、しっかりと水分入れられていいですね。いや、去年ね、一番私の靴磨きで衝撃的だったのは、ちょっと溶剤を変えまして、うちのメンバー的には前の溶剤と今の溶剤どっちがいいかって言ったら、今の溶剤の方がなんか磨きやすいみたいなんですけど、まあ、僕もね、それは同意なんですけどね。でも溶剤をまさか変えていくとは正直思ってなくて、結構なんか僕らの磨きの方法的に溶剤命みたいな、もう溶剤があればクリームは正直何でもいいよねみたいな、ワックスは何でもいいよねみたいな感じだったんですけど、あんまりね、溶剤変えるイメージなかったんですけど、変えましたね。まさか変えることになるとは。あ、ちなみにコード版の靴はね、この濡れたね、布でね、こうやって水分を補給しつつ磨かないとですね、コード版って思ったより水分が大事で、裂けたりとか、クラックの原因になりますんで、水分補給は入念にやってあげることをおすすめします。これも湿った布です。こういうとことかね。で、そうするとなんか光が落ちるみたいに言いますけど、その後の磨きでどうにでもなるので、しっかり水分補給をね、してあげると、それだけでも結構光るのがコード版ですからね。うん。で、こういう履き状のところは毛が立ってるんで、後で寝かせればいいっていう感じですね。で、それでも磨く前に光が気になる場合は、ブタ毛でちょっと寝かせてあげると今の状態が分かりやすくなるかもしれない。その毛がすぐ寝るところ、こういうところとかだとさっきより光が増したんですけど、ここも光は増してるけど、やっぱ履き状のところがね、毛は立っちゃってるよねっていうのが分かりやすい。まあ細かいとこなんで、あんまりですけど、まあやってみてください。あ、いいですね。だいぶしっとりしましたね。さあ、ここから磨いていきましょう。この靴はね、このバーガンディで磨くとね、面白いんですよ。日光に当たると赤茶っぽくなって、室内とかの自然光じゃなければ黒っぽい感じになるっていうね、面白い靴なんで、バーガンディで磨いていこうかな。だいぶ久しぶりになるんですよね、こいつを磨いてあげるのは。本当にもうナチュラルにエイジングさせていこうっていう作戦ではあったんで、磨くのなんてね、そんなね、高頻度で磨く必要ってのはやっぱないわけですよ。高頻度で履いてなければね。僕なんかもう最近はもうずっとリモートワークで作業場来たりとかぐらいなんで、で、遊ぶ機会もめっきり減ったんでね、靴履く機会がやっぱりどうしてもね、落ちてきますよね。全体的にちょっとだけ赤っぽくなったの分かりますかね。ちょっとだけ赤くなるんですよ。で、あ、思ったより1回で油分入ったな。いや、本当は履き状のところのクラックが怖かったんで、ニュートラルでも、まあバーガンディでも何色でもいいんですけど、ちょっと追加で入れようかなと思ってたんですけど、ブラシで追加で入れる必要はなさそうです。
よいしょ。で、クリームの段階からね、僕らは溶剤を使って、クリームを薄めてね、使ってるんですけど、やっぱり溶剤1個で全ての作業の、なんていうんですかね、クオリティが変わってくるんですよね。だから溶剤はね、僕らの中では相当大切な道具の一つなんですけど、うまく溶剤を違うのにスイッチングできてよかったですね。結構いろいろね、溶剤は試してて、これかなーっていうの見つかってたんですけど、さらにいいものが見つかるってのはちょっと嬉しかったですね。去年嬉しかった靴磨きエピソードで言うとそれですね。マジで溶剤1個でクオリティだいぶ変わりますからね。結構買ったね、去年溶剤。溶剤試行錯誤の年でしたね。裏でそんなことを実はやってるんですよね。研究開発用のなんか靴磨きとか靴とかが結構いっぱいあって、まあ、だから僕のも作業場に置いてあったりするんですけど、なんかそれの影響でだいぶ僕らの靴磨きの安定したクオリティっていうのが担保されたなぁなんて思う年でしたね。よし。で、コード盤クリーム貼るときは結構強めに貼らないと、こういう光、ピラッとした光にはならないので、ちょっと気持ち強めに貼ってあげてください。で、表面磨きはね、どうしようね、動画の尺的にはした方がいいんだろうけど、この靴ってあんまりつま先光らせることでのメリットってあんまり感じられないんですよね。なのでクリームで仕上げようかな今日は。で、新年ね、僕は年越しをですね、キャンプ場でしまして、キャンプなんて普段やんないんですけど、地元のメンバーとね、仲間内でキャンプに行こうってなって行ってみたんですけどね。あ、ちなみに地元のメンバーなんで、そこには隼人もいたんですけど、まあ死ぬほど寒くてね、着いた瞬間に今日ここに泊まんのやばくないみたいな帰るのもありだよねみたいな、帰るのも視野に入れて動いたんですけどね、まあ結局泊まったんですけど、まあ、なかなかハードな年越しになったなっていう印象でしたね。相当面白かったけどね。で、次の日みんな、まあ、ある程度ね、正月の挨拶だったりいろんな予定があったんですけど、そういうの全部終わった後、夕方また遊ぼうみたいになってたんですけど、普通に寝てましたからね。マジでね、一切起きれなかった。だからキャンプ場で寝ても全然体が寝れてなかったってことですよね。はい、磨き終わりました。こんな感じですね。つま先はね、本当にこんなもんでいいんですよ。で、このコード盤って昔のコード盤なんで、めっちゃ分厚いんで、なんか贅沢にコード盤の光だけで履くのを僕は好きですね。ここの仕上げが足んないですね。こういうところがね、コード盤のなんか顔みたいなイメージなんですよね。あんまりつま先がコード盤のイメージなくて、横のこの窓みたいな、まあ、羽のところがコード盤の顔っていう印象はありますね。この靴やっぱかっこいいな。はい、じゃあもう片方磨いていきます。ほら、磨いたのとなんかこう、わかります？鈍く光ってるのと、さっきのキラーンと光ってる状態、こういう光とこういう光、まあわかんないか、映像だとわかりづらいっすよね。あの、肉眼で見るとめちゃくちゃわかりやすいんだけどね、こういうのって。 YouTube で靴磨きを伝えるのってマジむずいっすよね。だから僕ら靴の話ばっかりしてるんですけど、むずいんすよ普通に。どう伝えたらどういう風に見えるかで、伝えたいように伝わってるかどうか、結構難しいところでね、日々試行錯誤させてもらってますけどね。こっちの左足かな、これは左足の方が乾燥してたみたいですね。少しまあ左右差ありますからね、どうしたって。いい靴だな。
分厚いんですよ、革が。めちゃくちゃ分厚くて、重厚感あって履きやすくて。なんか、今の現行のブランドで言うとハインリッヒみたいなのに近いかもしれないですね。ハインリッヒとかすごい重厚感あって、だけどすごく高級感もあってみたいな、なんかすごくいいね、芸術的な靴だなぁなんて思うんですけど、ネトルトもなんかそっちに、まあそういうジャンルではないんだけど、そっちに近いというか、なんかそんなイメージありますけど。よし。うん、やっぱ水分入れるだけで皮の状態が変わるね。めちゃくちゃいいね。例えば、あの、物に罪はないなと思うっていう言葉というか、あの、話なんですけど、例えば元カノからもらった服だったり、財布だったりとか、そういうの捨てる人と捨てない人っていうじゃないですか。僕絶対捨てないんですけど、あの、別に取っとこうと思って取っといてるんじゃなくて、物に罪はないなと思って取っとく派なんですけど、あれ捨てる人はどういう、あれなんですかね、気持ちなんですかね。僕が違う派だから、捨てない派だから分かんないんですけど、そのものになんかその人の思い出とか精神みたいなのが宿っちゃうみたいな、そういう感覚、スピリチュアルな感じなんですかね。僕は物に罪はないと思って絶対に大事に使い切るんですけど、皆さんどっち派っすかね。僕は絶対捨てたくないね。その人との思い出が残るから捨てたくないとかじゃなくて、そのなんか人間のエゴで物が翻弄されてほしくないみたいなのを感じますよね。僕がよく使ってるボディバッグなんか元カノにもらったやつだし、うん、でも僕があげたやつなんか捨てられちゃってるんだろうなぁなんて思いながらも、ね、難しいですよね。いや、これなんでこの話をしたかっていうと、クリスマスが近かったじゃないですか。クリスマスって物の、やっぱクリスマス商戦って言われるだけあって、クリスマスって物の消費っていうのはすごい増えるわけですよ、うん、で、なんかそのクリスマスプレゼントで買ってもらえた人たち、まあ買ったものの何パーセントが5年後10年後残ってるんだろうなって考えたことがあって、その話をしたんですけどね、今の話が出てきたんですけど、別に捨てる必要ないよなって思うんですけどね。で、逆になんか新しく付き合って人に申し訳ないとかっていう気持ちもちょっとよくわかんないじゃないですか。別にそこに未練がなければ別にいいんじゃないのみたいな、物に罪はないんじゃないのって僕は思うんですけどね、まあ、そういう人ばっかりじゃないんですよ。これ別に否定してるわけじゃなくて、その人たちの考えは面白いなって、僕にはないからね、面白い考え方だなーなんて思うっていう話なんですけど、そうっすよね、あんまりなかったからな、その感覚が俺には。磨き染めネトルトンスタート、なかなかなんか縁起がいいというかね、え、なんかいいっすよね。その死してなお語り継がれるブランドというところでいいんじゃないですか。まあでも死んじゃってるから、なんかあんま縁起は良くないのかな、ブランドとして。どうなんでしょうね。よし、上がりました。ちょっと見てみようか。よいしょ。さあ、こんな感じに仕上がりましたね。こっちの方が濃く見えるのは磨きたてだからですね。いいね、やっぱり。はあ、やっぱかっこいい。この靴やっぱかっこいいな。なんかこの、最近、靴って結構なんか人気になってきてるイメージで、靴磨きとか含めて。この靴はなんかそうでもないですよね。最近っぽくないところがまたいいみたいな、そんな感じの靴
靴になるんじゃないかななんて思うんですけど、だいたいね、1950年とか60年ぐらいの靴になるんで、まあそら最近じゃねえわなっていう話なんですけどね。はい、こんな感じで仕上がりました。普通インサートとか撮るんだよね、多分机とかに置いて紙を置いてさ、そういうのやらないチャンネルっていうね、だから喋ってばっかいるから編集が楽とかっていうね裏話もあるんですけどはい、まあそんな感じで、いや今年はですね本当に去年激動だったんで、今年はもう少し落ち着いてなんか根を張った活動というかね、そういうのをしていければいいんじゃないかななんて思ってるんですけど、まあまあまあそんな風にはならないんでしょうね、ベンチャー企業なんて。はい、ということでこの靴も、まあ、また1年間よろしくお願いしますということで磨かせていただきました。では皆さんもね、磨き染めもう終わった頃にこの動画は出てると思うんですけれども、ぜひ何を磨き染めしたか教えてください。と言いますところで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。